テリーアの車の話始まりました。はい。じゃあさ、はい。最近何乗った車で何かご検討ありましたか。ここんとこね、あの日本に輸入車協会ってあるんですよ。はいはい。そこでね、電気自動車一気乗りしてきたんだけど、ボルボとか、B.M. の電気自動車ってものすごいねトルクがもうバーってきますか。で静かなわけですちょいや静かもちろん静かなんだけど。 その出来がね今までのその電気と違うよねやっぱりねそうですかいや本当そうですよねあとはね航続距離がどんどん伸びてるよねどん上ですか今ねメーカー発表だと400キロとか500キロなんだけど冬場ヒーターつけてライトつけてワイパー動かしてってやったらまあでもそれでも350は走るでしょそうだよねだから今どきのはもうどんどん進化してる 僕も実はねあの先日あの韓国のあのアイオニックファイブかなという乗ったんですけどむちゃくちゃ良かったですあそういやすごいですよ何がすごいのデザインがいいあデザイン多分であのまあもちろん仲もいいと思うんですけど走りも良いですよデザインがね北欧のデザインの引っ張ってきてるじゃないですかあそうだから本当に何かファッションまあよくと一緒で自分のところだけじゃなくて世界中から来てるから本当いいですよね今日可愛いねあいいですか。 なかなか今日可愛い。ありがとうございます。本来は自分の姿なんですよ。なんかこう春って感じで、なんかもう女の子を意識した今日はなんかこう可愛い系できたね。ところで今日は？うん、今日実はね、いないですよ。ほら。あ、そうなんですよ。あのアシスタントのね、方がある。今まで吉竹さんがやってたんですも、今回新しいですね。ほう。方が来てくれます。どんな方？水着似合いますね。 え？水着似なって私は<着>恐らくね水着合う今日ねピンヒールで来てると思います<う>でボディコンですねで<え>髪の毛はもしかしたらメッシュが入ってるヒョウ柄っぽい感じエロ,いもうエロすぎますエロすぎるエロすぎます 非常に私今ハードル上げて本人、ね、ででぬくい状態になってると思うんですけども <laughs> え僕知ってます知ってると思うんすよ多分腐れ縁だと思います <laughs> 腐れんえ美味しいですかえどうぞ竹岡さんどうぞどうもこんにちはよろしくお願いしますお世話になります竹岡圭です出づらいじゃないですか, <laughs> から、ね、出づらいですよね <laughs> めちゃめちゃ今日 よろしくお願いします。よろしくお願いします。コここでという方が来てくれましたね。車には詳しいですよ。そうなんですよ。あの。一体どんな方か。そうですね。あの、はい。ちょっとお願いします。はい、じゃ、ちょっと、まずね、私のことを、知っていただこうかと思いまして。こんな年表をご用意いたしました。はい。こちらですね。ございますね。 すごい、子役だったのそうなんです子役モデルをね、弟が最初やっててお姉さんもどうですかって言われてやってたんですけど高校が禁止でこういうやつ学校が禁止でやめたんです、84年に。と、普通にしてて89年に一般企業に普通に就職したんですけどあれ、懐かしい。やだ、だ。歳の頃 昨日撮った写真かと思ったけど。まだ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 。違う。ね、<laughs> 違いますよ,これ <laughs> よくそんな嘘を言ったもんだね。<laughs> ちょっとあるこれ。AKB とかに憧れてるようなね。<ー>そういう。<ー> AKB なんてまだいませんでしたね。あと髪型ちょっとあの。はい 前のてこれね久しがちょっとあの聖子ちゃんのええその昔のねバブル、バブル、バブル、あの普通の会社に就職したんですけど、バブルが崩壊したじゃないですか。会社も崩壊しまして、ああいやい。大変だったんですよ。で大変でアルバイトをとりあえずしないと四ヶ月お給料出ないでやめたので、一生懸命バイトした時にあるアルバイトでこの方に知り合ったんです。はい草壁さん。 日下部康雄が教えるオートマチック車のドライビングっていうビデオのパッケージのモデルであったんですよ、日下部さんですよさんがたまたまその時会社を設立したばかりで人を探していて、うん、でスカウトされたんですけどさすがに私も就職活動してるじゃないですかうん、うん、で決まってたんですけど日下部さんが、ね、お給料、これしか出せないけど車貸してやるって言ったんですよ。うんうん、で私免許取っったたのが実は、ね、遅かったんです 九十二年草加さんとあこの時はねまずね、えー、教習所の二段階でした。これいくつくらいですか？あこれはねあこれは九十年年の時ね九十二年二十二歳。<わ>はい。そでその時に免許をようやく取りまして、うんうん、で貸してもらった車がホンダビートだったんです。 車つられて、この業界入っちゃった。いや、いい車ですよ、これ。そうなんで、これね、ずっと今でも持ってます。もう、レーシングカーにしちゃったんですけどね。そしてですね、まあ、原稿も書かないって、最初の頃から言われて、原稿も書いてて。で、まあ、あの、ほら、この先どうしようって、レース業界で生きていくか、ジャーナリストで生きていくかとなって。で、ジャーナリストがいいかなと思って、フリーランスとして独立したんです。草壁さんとか、四年半お世話。いや、だから、四年半でさ。 だってまだ二十七ぐらいだよね。二十六の時かな。そうだよね。二十六でさ、あ独立するって、それも特にね、車関係ですよね。女性だったわけじゃない。そうですね。少ないですよね。まあ少ないですね。でもまあお姉さま方はいましたよ。有名。でもね、偉いですね。いやいや。そこでなんか勇気が。まあまあね、とりあえず頑張ってみようかなと思って、で独立して、でまあ。 山あだろうなり谷ありいろいろありましたけどな、うん何とかやってこれってで,でも2006年にはカーブ・ザ・イヤーの選考委員になってすごい、はい、なりました。うーんはい であとはあのまあ日本自動車ジャーナリスト協会に所属させていただいて、うん、はい、はい、そんな活動を続けてきてですねでその頃に乗っていた車がこれですか、はい、あそうなんですよんでこのねあの ST 一八五のね、えー、セリカの GT フォーラリーっていうのを初めて、うん、これ今すごいそう高くなっちゃって、ね、高いところで今これね五百万ぐらいしますたでちょうど十四万円で買って十四万円で売っちゃいましたあれそうだよね <laughs> そう当時はいやわかるわかる。<laughs> でこれでグラベル走ってああこれグラベル楽しいからラリーいつかやりたいななんて思ってたんですね。でもこれ一番最初にミニだから一番シンプルですよね。うん、そうですそうです。まあこれがね,ミニでね楽しかった。うん、うん、楽しかったんですよ、ね。楽しかったね。あでミニはやっぱり可愛いのでその後4台乗り継ぐことになるんですけど、うん、途中でですね私あのゴルフ GTI カップというワンメイクレースにちょっと出していただいたことがあって、うん、毎日乗ったら速くなるかなと思ってゴルフ GTI これ2台持ちで。うん ここが2台持ちがスタートするんです。ゴルフ g t i。はい。これは、あ。そうです。ゴルフ5の g t i、これでしたね。これ、何代目のゴルフですか。これはゴルフ5なので、5世代目なのかな。これ、どうですか。これも割とね、軽快でしたよ。いいです。うん、だけど、あの、飛ばすと、サーキットなんか走ると、ちょっとアンダー強いって感じ。ああ。まあ、土屋さんはちょっとレベルが。まあ、レベルが高いから。そうそう。ね。いや、そうなんだよ。あ、はい。 ね、これ実は僕もねこのこのゴルフが一番ゴルフらしい。ああでもそうですよね。あのねテールランプもなんかちょっと丸く可わいんだよねこれ。でこの後ですねこのプジョーの三マル七 CC にこの車はなったんですよね。でもこれをプジョーに乗り換えたんですね。そうなんです。でちょっと今ねプジョーにねスタッフが。 あ、これ乗った。あ,あ、そうそう。で、これ、ね、なんでプジョー三マル七 CC にしたかというと、うん、まあちょっと事情があって、はい、父がこの時病気になってね、うん、あの車椅子乗せなきゃいけなくなって、うん、ワゴンを買おうかなと思ってた時に亡くなっちゃったんですよ。うんうん、それで気分展開にプジョーに乗ったらどう？ってプジョーの人に言っていただいて、うんうん、でオープンカーがやっぱいいかなと思ってこの車買ったんです、うん。おしゃれ、おしゃれ。うん。でもその後にだからこれ二千七年ですね。これねプジョー三マル七 CC 買ったのそうかな。うんうん、で。うん フォルクスワーゲンのシロッコアールが、うん、これが一目惚れで。<ー>はい。買い替えたんですね。もう。武岡さんの車の趣味は本当に。おしゃれ。おしゃれ。おしゃれ。あの。うん、もうね、今の流れとはね、<laughs> はい、世の中の流れとは全然違う。違う <laughs> いや、あのね、やっぱり。ちゃんと分かってるよね。あの車好きの。うん、これを。なんで武岡さん、これを。<laughs> 分かんのかなってあのこのなんていうのまあだからセンスをおしゃれだからだろうね。まあそうだ、ん、ね、うん。家もおしゃれ？いやいや家普通のもう昭和の住宅っぽいです。家の中ぐちゃぐちゃですよ。で,すでも綺麗にしてるでしょ？まあそこそこは友達遊びに来てもいいぐらいにはなってる。そうだよね。じゃ、はい、これだけの車の選びがいいとな、うんか、うん、なんか。なんか 海外で生活してた人みたいだよね。<laughs> <laughs> まあセンスはいいですよ。ありがとうございます。そうそれでこれはね、2009年に初めてラリー・レードに出たんですよ。ほ<う>あのラリー・モンゴリアっていうモンゴールのラリー・レードに出て。うん、でその時これフォレスターで走って、うん、やっぱねここはあの感動でしたね。もうずっと地平線で。うん 360度クルーザーで、あの辺にあ、雲があるからあそこだけ雨降ってるのかなみたいな虹がかかったりして。このフォレスターってのはどうなんですか？フォレスターはまあ普通の SUV ですよね。そう。そうなんですよ。でも一応走り切れたので <coughs> 頑張った子だと思いますこのね。はい。でもいい経験しましたこれはね。えー、はい。でその頃ですね。うん 人力車に所属してとかそういうのもありますけど今、プロダクション人力車にお世話になってるんですが2016年にそうなんです私、ねラリーチームを立ち上げまして何やってんだって感じなんですけどずっとラリーがやりたかったっていうのがあったんですねでなんか元気になるために自分で好きなことしようと思って私、ポルシェをずっと買いたくてねポルシェ貯金をしてたんですよ。でポルシェ買うかかララリリーーややる迷っっってちゃたそ 若くないのでお金持ち込みでいったらどっか乗せてくれるかもしれないけど、うん、若手のシートを1個奪っちゃうじゃないですかそれはよくないと思って、うん、自分でチームを立ち上げ無謀なことをしてでこれが最初、ね、あのルノ・ルーティシアの RS をラリー車に仕立てのこれはこれって例えば、うん、ルノ・ルーティシアを、はい。 新車で買うんですか。これはもう古い2001年式の古い車なんです。ああ、古い<ー>やつを買ってきてラリーシャに。買ってきて<で>ラリーシャに,にするのどれくらいかんですか、うん。どうだろうピンキリだけどこれ多分500万ぐらいかかってますからね。あう、うん、元々のルーティーシャって中古でぐらいくらでこれはね150万ぐらい。 いや何十万だったと思います100万しなかったと思いますでもそれでもねやって好きなんだよこれはねラリー北海道出ましたよええこれラリー北海道出たのもうちょっと後なんですけどラリー北海道ごめんこの車でラリー北海道出たのは2017年だから翌年ですねでもこれはラリー北海道とかそういうチャレンジの時でもうたらアバルト500ラリー R3T ってこの車でね 2017年からはい参戦したんです。で上のうん左上、うんね、これはでも R 車両といって完全なレーシングカーでなかなかガッツリした車でしたね。うん、はい。で下はアルハですね。そうです。その翌年にジュリエッタに乗り換えて、うんうん、あ<す>そうかこれ全部そうです。これた例えば アバルトで買うでしょ。これで貸してもらった。あ、貸してくれた。これ貸してくれた。誰が貸れた？シンクエチェント博物館の館長さん、伊藤さんが貸してくれたんですでもこれグラベルはちょっと走れない車だったので、やっぱ私グラベルラリーがやりたかったんで、で翌年アルファロメオ。グラベルラリーって何ですか？未舗装路ですね。舗装してない。と泥道。泥道。で翌年ジュリエッタをまたお借りして、でそれベース借りたのをラリーカーに仕立てて出てて。 で一年間借りてその車返したんですよでその次の年も乗るもんなし誰も貸してくれないのでポロ GTA はこれは自分で買ったんですでこれは新車を買ってあのラリーカーにしましたこれ今も持ってますこれじゃあもっとこの格好してんでか今でもいろいろでかこの格好してるこのまままだこのままいやこれありますよどうですかこれまでの竹岡さんのお話を聞いてまあだけど 普通こういうモータースポーツやるんだったら日本車の方が安いわけですよ部品でも何でも輸入車全部輸入車だから金持ちの娘だなあ違う違うそうじゃないみんなの車だとみんながやってる車だと速くないので埋もれちゃうじゃないですか値段いやだけど輸入車は部品一つ取っても全部高いなるほどだから割とみんな日本車のボロ買って改造してない ラリアルっていうのが大体定説、はい、ほでほら私がこの年でやるんだったら、うん、モータースポーツをやっぱみんなに広めようっていうのもやんないとよくないなと思って。 ちょっとなんだろうみんなと同じ車だと埋もれちゃうので変わった車で見てもらおうかなと思ってこう輸入車を選んでやりました。なるほどね。さあ続けてください。えこれで資金が尽きたんです。で尽きたところで乗るもんないかなと思ったら相川翔さんのレーシングチームに声かけていただきまして今フレックス翔相川レーシングビズ東洋タイヤで乗ってます。相川さん真ん中にいいじゃん。はい。もう総監督です。うん。あそう。はい。なので FJ クルーザーっていうね XC クラスっていうこうもう大きい。 なんだろう suv あーなるほどね私が運転してますこの車いい車だよねーだってショーさんも運転するよねあそう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 なんですよそうだよね偉いなはい。で今これでやってますねすごいですよねなんかお話聞いてるとあのひょんなことからねそうですね福田さんのこ入って本当そうですよでやっぱりなんか何でも自分の目標みたいなのがあってさすがやっぱり日本のあれですね女性 うん、こジャーナリストの中でナンバーワンってやるだけいうのがこれだけ車好きな女はなかなかいないですよ、ね <laughs> ね、車口ばっかのやつばっかで相当車にお金投資してますからね <laughs> いやすごいよ、これ今までの車つぎ込んだ金、ねうんはい、本当に好きなんだなと思う。うん、そうですよね、うん、いやよくわかりました。 <laughs> いやよく分かりました、うん、今回番組収録に協力してくれるのは埼玉県坂戸にあるアヘッドさんです車の買取販売からカスタムチューニングまで任せられますコンプリートカーも販売してます番組をご覧の皆さんもぜひ一度遊びに来てください テリーさん土屋さん今日は私の自己紹介をさせていただきましたがいかがでしたか。まあやっぱり乗ってる車おしゃれだね。おしゃれね。オフフランスね。かっこいい。セクシーだよね。いやなんか竹子さんみたいな車技だれリストの人はもっともっと増えてほしい。なんかわかんないけどそのなんか荷物がたくさん詰めるとかさ。ね。まあもちろん大事なんですけどもそういうことばかりじゃなくてかっこいいとか。 この車が街を走ると、なんか街が明るくなるとか、そういう車ね。特にあの最後の紹介したかった。メガンのオレンジなんかかっこいいよね。あれはやっぱ街が明るくなりますよ。パッとセクシーで、セクシー。セクスタイルがもうおしゃれ。車がね、セクシーにしとかないと、本人こんななんて。車ぐらいね。はい。もう。 脱がないの？脱けないでしょ。フィンヒルいやないでしょ無理でしょ。フィンヒル。三十年前だったらよかったけど。<laughs> そういう番組じゃないっての。そうそう,そうそうそう。はい。よろしくお願いします。<laughs> はい。あたしたん。<laughs> 車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。